自分にとって良いことが起きたとき、何らかの欲求が満たされたとき、喜びの感情が湧き上がり、嬉しいと感じます。例えば、美味しいものを食べたとき、好きな人に会えたとき、欲しいものを手に入れたとき、受験に合格したときなどに、私たちは喜びを感じます。欲求が満たされていない状態と、欲求が満たされたときの状態の幅が大きいほど、喜びの度合いも大きくなります。例えば、ものすごくお腹が空いているのに、食べれない状態が長く続いた後、ようやく食べ物にありつけたときは、ものすごく美味しいと感じるし、嬉しいという感情も大きくなります。やっとご飯を食べることができた。空腹を我慢した後のご飯は、本当に美味しいなぁ、と喜びを感じます。また、想定外の良いことが起きると、喜びの感情は大きくなります。意外性があればあるほど、嬉しいと思う気持ちも大きくなります。例えば、お腹が空いているのに、家に食べるものが何もないと思っていた矢先に、ああ、こんなところにカップラーメンがあると発見すると、もともとカップラーメンがあると分かっていた時以上に嬉しい気持ちになります。私は〇〇さんのことが好きだけど、〇〇さんは自分のことなんて何とも思っていないだろうと思っていた相手に告白されると、嬉しさのあまり、笑いがこみ上げてきたり、涙が湧き上がってきたりすることがあります。私たちは想定外のポジティブなことが起きると、想定していた時より大きな喜びを感じるようにできています。なので、私たちは喜びをより大きくするために、サプライズで誕生日を祝ったり、プレゼントをしたりするという演出をします。一つ想定外のことが起きて喜びを感じると、もうそれは想定外ではなくなるので、同じことで同じぐらい喜ぶことができなくなります。一回サプライズで誕生日を祝ってもらうと、二回目のサプライズパーティーは一回目ほど想定外ではなくなるので、一回目ほど喜びを感じられなくなります。一旦想定外の喜びを覚えると、今度はもっと想定外のことで喜びを感じたくなります。想定外の喜びはどんどんエスカレートしていき、もっと想定外の喜びが欲しいと中毒になる可能性があります。想定外の喜びが欲しいという度が過ぎると、社会に反した行為をするようになったり、人に迷惑をかけてまで自分を喜ばせることに熱中してしまうことがあります。例えば、大して働いていないのに、思いがけず大きな報酬を得た場合、大きな喜びを感じます。少しの労力で多額の報酬を得るという想定外の喜びを感じた人は、ますます想定外のことをして、さらに大きな喜びを感じようとします。こんなに楽にお金を稼ぐことができるんだと学んだ人は、もっと楽をして、もっと大きなお金を手に入れたいと考えるようになります。効果がないものでも効果があると歌えば買ってくれる人がいるんだ。これを飲めば痩せますよと嘘をついても、まあバレることはないだろうと行動がどんどんエスカレートしていきます。そしてだんだんと違法行為をしたり、迷惑行為をしたりして自分が得をするということに抵抗を感じなくなっていきます。不倫や浮気は悪いことだという想定と違うことをすると、自分のパートナーからは得られないような大きな喜びを感じられるかもしれません。法を破ってはいけない、人を騙してはいけない、人を傷つけてはいけない、物を盗んではいけない、ドラッグをやってはいけないという想定と違うことをすると、通常では得られないような大きな喜びを感じられるかもしれません。しかし、そのような社会的ルールに反したことをすると、非難されたり、罰を受けたりすることになります。想定外の喜びというのは、エスカレートしていくと、反社会的な行為につながる可能性があるので、
中毒にならないように気をつける必要があります。喜びの感情は夢や目標を達成するための原動力として使うことができます。喜びの感情はうまく使えば自分を幸せにするための大きな武器になります。これを達成したら嬉しいだろうな、これを手に入れたら嬉しいだろうなと想像を巡らせながら、自分にできることを毎日コツコツと積み重ねていくことで大きな目標を達成することができます。自分を喜ばせるのはとても素晴らしいことです。しかし自分の喜ばせ方が想定外の喜びだけにならないように気をつけていきましょう。